それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはバスターコール。綺麗なスタートを切りました。バスターコール、この辺りも前へ行きます。バスターコール、先手を取りました。その外にオルルディ、青の帽子ラスティーウェザー、その後ろ、その外からスカイキャンバス、ルージュレベッカ、そのうちに続いています。その外にカヤスロンドン、内からはロータスワンド、少し間が空いてナイナオ、並んで16番チークタイム。さあ先頭は依然として5番バスターコール。ここで先頭が入れ替わりました。カヤスロンドン、バスターコール、2番手に控えました。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はスカイキャンバス。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。スカイキャンバス先頭、残り 100m、 一気にアガシスカイキャンバス、粘るアガシ、アガシ1着、2着にはどうやらスカイキャンバス、勝ったのはアガシ、このレースを制したのはアガシ。